吉田さん人を変えることはできないってよく聞くんですけどもあのやっぱり変えれる部分と変えられない部分があるのは、まあ、前提でねこういったキーワードは使わないといけませんけども人を変えることができないんだったら絶対買わないぞっていう人をどうやったら変えることができるのかなとかねであとはねネットワークビジネスのセミナーですよって言っていやネットワークビジネスはん絶対行きたくないよっていう人をどうやって参加させるのかっていうことがはなから不可能になりますよね。 やっぱ人間っていうのはもちろん力量がなければ変化っていうのは起こしにくいんですけどもやっぱり周りがねみんな結婚していくんでなんか自分も結婚しないといけない気持ちになるみたいなのもあったりとか周りがみんな独身だからまあこのままでいいやって思ったりとかすべからく人って人によって影響を受けてそれに触発されて似たような行動を取ろうかなっていうふうに 変わっていくんですよね。変わった結果、選択をもしね、うん受けた変化のままするのか、やっぱりいろいろ考えて自分の考えに落ち着くのかいろいろあると思いますけども、逆になんかこの外部による環境とか人の言葉とか行動によって変化が起きないとしたら、これほどまでにお互いに無関心な社会ってのはないでしょうね。やっぱりいろんなデータを見て、あ、三組に一組は離婚するんだとかね。なるほど、今平均年収は 中央値で300数十万なんだと思えば、自分の練習にホッとしたりとか一喜一憂したりするのかなと思いますしもうみんな人ってのは相対関係すごく気にして他人を気にして答えを他人に求めてってことをお互いにやっていてですね、まあ、自分で決めた答えに自分でたどり着くってことの習慣がなかったりとか花からそれをしなかったりとかねままあ、様々かなとまあそんな中にハンモック YouTuber みたいなねあの時期あのタイミングってのはあるわけですよ。ね YouTube、収益化みたたいなんで、よく例に出されたのが、 子供がおもちゃをここうやっっててて遊んでるとと。ろってのはすすごく再生されていますとそれは子どもが再生するんですよみたいなこと言ってましたけども待てよとじゃあ子どもがいくら自分の気持ちで再生したところで商品が売れないのになんで広告収入が永続的に続くと思えるのかってことを考えると確かにねそういった広告単価って落ちる傾向にあったりとかしまいにはキッズ専用のチャンネルができたりとかねまあ変わっていくんですよね何もかもね、うん、だからまあ流れに合わせて自分を変えていく えー、そししてててて変わらなないいい部分っっうのもちゃんととと意識くこか例えばねあの「変わる変わる」って言ってもじゃあ日本人でいることが変わるのか日本語をしゃべるってことが変わるのか日本語の情報を受け取るってことが変わるのかそこら辺は変わらないわけじゃないですかでそういった変わらない部分とやっぱりこう自分は今まで YouTube を見る側だったけども発信する側になっていくそれは変わるってことですよね それも誰かに抱きつけられて YouTube ック YouTuber みたいなねそういったプロモーションを見てよし変わっていこうと思って変わるのかそれ他人によって変えられるってことなんですよだからねやっぱこう他人によって人は変わりやすいんだろうなと思いますよねでその中で変わる瞬間っていうのが今日じゃないかもしれない明日かもしれないもしかしたらずっと先20年先30年先かもしれないというところでね人はすべからく変化していくものそして人を変えることはできるというふうにね考えながら今日も 1一日スタートです。